おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをお届けいたします。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は10月は25日水曜日ですね。はい、今日はですね、ローマの賢人、実践哲学者セネカのですね、実践哲学についてお話ししたいと思います。セネカのですね、お話をしましたらですね、この数日前ですが600を超えてですね、まあ700に近い人が見てくださったんですよ。朝のこの時間にですね、700人近い人ということはですね、大型の小中学校の全員生徒ぐらいの人がですね、1校のですね、全生徒ぐらいの人が見てくださったんですよ。ありがたいですよね。私はそんなわけでですね、これからちょっとですね、ローマの賢人セネカの知恵というこの本のですね、エキスを皆様にお届けしたいと思います。今日はですね、今日はこの間はですね、忙しい忙しいと忙しさを自慢している惨めなバカというテーマでやりましたが、そのテーマがですね、ちょっと衝撃的なテーマだったんでしょうかね。だから視聴者が600人超えたんだと思いますが、今日はですね、そのテーマの次のテーマとしてですね、人生は使い方次第では短くないですよと、人生は使い方によっては十分長いですと書いてあります、この本には。なんで人生を短くしているかというとですね、ハツカネズミのように何の目的も考えずですね、ただぐる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 回っていることが頑張ってることだみたいに思ってるバカだからなんですよ。ネズミと一緒、ハツカネズミ。いや、私もサラリーマン時代にですね、日報を書くために働いている人をいっぱい見ました。日報をちゃんと出さないと怒られますからね。週に1回生産するんですが、生産するために働いている人もいました。まあ大会社でしたから、生産するとちゃんとお金がもらえるし、日報を書いていれば大会社ですから会社の名前で自然に売れたんですよ。まあ私の場合は薬業界、薬の営業でしたがね、自分が一生懸命やってるから売れてると思ってるのは嘘、バカだから分かんないんですよ。会社がですね、まあヘキストとかですね、まあゼネカという大会社でしたから、会社の看板で売れてるのは分かんないんですよね。ただ来る日も来る日もハツカネズミのようにただ病院を回ってればですね、回ってれば自分の努力で売れてると勘違いしてるんですよ。セネカはこう言ってます。人生は短いようで長いですよと。ただしですね、人生の使い方を知らなければダメだと。使い方を知って人生をですね、大切に使えばですね、生きがいは尽きないと言ってます。はい、じゃあですね、まあセネカの生き方ですから、2つだけですね、どういうところを重要視するかというとですね、何事をするにもですね、目的を忘れて行動してたらバカ。今何のためにこれをやってるのかというですね、目的を持ってやりなさいということが一つ。もう一つはですね、何でもかんでも相場な的にやるなと。プライオリティ、
今やるべき一番重要なことからやれということですよ。プライオリティをつけてやればですね、大体難しい問題とか重要な問題から先にやるから、後の問題はですね、問題じゃなくなるんですよね。サラ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 とできてしまいます。はい、この2つ、目的を持って行動しなさいと、プライオリティをつけてやりなさいと、この2つでですね、生きていけば人生は短いようで決して短くないと、十分長いと、そういう日々を繰り返してですね、まあ80年ないしは、まあ、90年近く生きればですね、ああもう十分生き切った、何にも思い残すことはない、我が人生悔いなしと思ってあの世に行けますよと言ってます。はい、今日はセネカのですね、実践哲学、人生は短いようで使い方によっては十分長さがありますよというお話をしました。はい、さようなら。